こんにちは、にじこです。一番好きな花2回目ご覧になりましたか皆さん。もう私まだね、いろいろバタバタしてて1回しか見てないんですけど、もう話したいことがいろいろ、にじこさん話したいこといっぱいあるでしょってコメント来ましたけど、もうズバリそうでしょう。またちょっとみんなで話したいなと思うのですが、そんな時間があるかな。突然始めるかもしれません。誰も来なかったら一人で喋ってます。はい。でね、今日はね、なんで風さんの歌にはこんなに惹かれるのだろうみたいな、もうみんながいつも思ってることでしょね。歌がいい、声がいい、歌詞がいい、曲がいい、見た目がいい、もうキャラクターがいい、もうなんかそんなのはもう当然なんですけど、なんかそれだけじゃない何かがあるっていう感じがしませんか。うん、なんでこんなに惹かれてしまうのだろうみたいな、まあ、私もこう昨日ね、一泊でちょっとお出かけしてましたけども、もう飛行機の中でもねずっと聞いてましたもんね。うん、なんなら6月にエジプト行った時もずっと飛行機の中で聞いてましたね、私、風さんの歌。うん、そうするとね、何時間でもね、何十時間でもね、何にも苦にならないんですよね。なんか本当に良かった風さんの歌があってと思ったんですけど、そういう方多いんじゃないかと思うんですけどね。でそんなこんなをね、検証はできないですけど、多分なんで惹かれるのかなっていうところ、私が思うところと、まあ、皆さんもいろいろ思うんじゃないかと思って、まあ、そんなこんなをグダグダ話そうかなと。そして皆さんからもう素敵なコメントいっぱいもらってるんで、もうたくさんもらってるんで、本当は全部紹介したんだけど、ちょっと一部だけね、申し訳ないんだけど紹介しながら、私もいろんな感想をお話しさせていただこうかななんて思ってます。うん、でね、まずその風さんのまあ、音楽もだし、 なぜ藤井風さんという人間にこう惹かれてしまうのだろうかというところですよ。うん、まず音楽ね、もう風さんが歌ってくれる人になってくれて本当に良かったってね、もう本当思いますよね。うん、歌う人になりたかったってね、もう本当良かった。お父様はピアニストにと思ってたということでね、バチバチになったこともあったけど、で素直でね、お父様の言うこと何でも聞いてた風くんだけど、ここばかりはね、歌う人になるんだってところはね、お父さんの反対を押し切って歌ったわけですよね。よかったよかった。いや、でね、本当にその風さんの発する声、そして歌声、ピアノの音、なんかね、すっごくね、優しい波動なんですよね。すっごく優しくって、でなんかね、粒が細やかって感じがするんですよ。なんか通じます。なんかです、粗くないんですよ。すごくね、こう細かい粒子って感じがするんですね。ですっごく優しくって、なんか羽で撫でられるようなみたいな、ほんとそういう感じ。うん、真綿に包まれるようなっていうか、こう雲の上でふわふわしてるようなっていうか、伝わります？なんかすっごい優しいエネルギーなんですよね。うん、でそういうのをみんな、そなんとなく、なんかよくわかんないけど、その優しい波動とか、こう包まれるようなね、あったかいエネルギーとか、そういうのをね感じてるんだと思うんですよね。うん、だから無限ループで聞いちゃうし、うん、なぜなら聞けば聞くほど自分が整うから、うん、そういうことじゃないのかなってね思ったんですよね。でなんか F 分の1揺らぎだとかっていうのもどこかで見たことあるしね、風さんの歌がね。うん、美空ひばりさんとかもそうだということですよね。宇多田ヒカルさんもそうだったかな。なんかずっと聞いてて心地いいっていう音は F 分の1揺らぎだったりするみたいですよね。とか、なんだっけな、なんか
あ、忘れちゃったなんかそういうなぜ心地いいのかっていうところをね、皆さんやっぱ不思議に思うんでしょうね。でそういう分かりやすいところから数字で、まあ、F 分の1揺らぎっていうのは数字で出るかは分かんないですけども、そういう判断基準もあるなと思ったし、うん、でまあその、よく優しい人とか言うけど、その優しさがもうレベル超えてるんですよ。もうレベチなんですよね、風さんの優しさって。なんかその規模もでっかいし、視野も広いし、その優しさがその全方位にもう宇宙に向けての優しさみたいなねなんかそういう感じがするんですよ。うん、でそういうね、なんかそのどうしても私たち、ね、社会に出たりいろいろ仕事したり学校行ったりいろんな場に行くと荒い波動に触れることが結構多かったりするじゃないですか。ギスギスしてたりとかイライラしてたりとか、みんなね。でそんな中、この風さんのピュアでこう透明で優しい、こうなんていうか細かい粒子の波動、ふわふわの真綿のようなこうあったかくてふわふわしたエネルギー、優しいエネルギー、そういうのに触れるとはぁってなんかほっとして気が抜けるみたいなね。そして癒されて、で癒されるだけじゃなくてさらに元気も注入してもらえるっていうね。いいんですかって感じですよね。いいんですか、そんなことしてもらっちゃってみたいなねえ。うん、だからもう言葉でうまく言えないけど、そういうなんかもう本当ね、私はね申し訳ないけどこういう言い方しちゃうんだけど、人知を超えたスケールのでかすぎる愛、そして優しさ、うん、愛を振りまいていきますとかって風さんはいつも言うんだけど、愛を振りまいてますよ本当に。うん、それで私たちはこう癒され、元気をもらってるんだと思うんですよね。うん、そしてこれはムジカのね、八万字のムジカの中のほんの一節なんですけど、風さんのコメントちょっと紹介しますね。人間だって生き物だってラボールサーボールの意識でいけたら一番いいと思うし、喜びも悲しみも生と死みたいなものも全てを等しく見つめて等しく愛していけるようになりたい。その全てが伝わればいいと思うし、全てを心がけられたらいいなと思っていますって。とことん優しいよね。でとことんこう周りを見てますよね。うん、なんか、うん、なんかね、みんなが平和に生きる、みんなが平和に楽しく生きるためにはっていう、いつもそんな意識なんでしょうね。うん、参りますね本当。でそうそう、花がねすごい中毒的で、みんな聞いても聞いても終わりがないって言って、まあ大体風さんの歌そうなんだけど、特にねなんか花がすごくてね。そしたらシアトルの桃子さんがね、なんかアメリカではね、なんかドラッグを入れたのではっていう表現もされてるって、風の音楽は。でもなんかそれは変な意味じゃなくて、そのくらい中毒性があるっていう例えでね、そういうことを言ってるんだろうなと思って、ああなんかわかるなと思いましたね。うん、だってね、とにかく風さんの歌を聴いてるとね、気持ちいいのよ、気持ちよくなっちゃうのよ。だから気持ちいいものやめられませんよねそりゃ。うん、まあ、そういうことなんじゃないかなって究極思いますね。うん、で優しいメッセージで、優しい音楽で、時に元気をくれて、でその全てがね真理をついてるんですよね。そうだから刺さるんですよね。うん、でやっぱりその風さんの根底にあるのは、そのスピリチュアルな、まあ、こう信仰心っていうのかな、宗教とかっていうのも超越してるんですよ、風さんが伝えてることっていうのは。その宗教とかっていうそのくくりではなくて、もうもっと大きな信仰心ですね、大いなるものへの信仰心、スピリチュアルな意識、それってもう本当世界共通なんでね。前にNHK スペシャルだったかな、アメリカの人がインタビュー受けてて、風のスピリットはアメリカ人にも伝わると思うみたいなことを
話してたんですよね。はあ、アメリカの人もそういう風に感じるんだと思ってね、すっごい私その言葉が嬉しかったのを覚えてるんですけども、うん、まあね、そういうことだと思うんですよね。はい、もうね、本当キリがないで、ちょっと今日は皆さんのね、あのコメントを紹介したかったんですよね。もう全部ってわけにいかないんで、もう申し訳ないんですけども、みんな寝不足なんだね。トニトニさんもね、サトリンさんもね、寝不足ですね聞いててね、そしてあのタイのヨーコさんもね、花に込められた風さんのメッセージ強烈に食らってます。迷っている自分も辛い出来事も最後は可愛い思い出になりますね。にじこさんの解説も最高、風さんやにじこさんに出会えてよかった。あ、嬉しい、ありがとうございますね。まあ私は私の思いなんで、皆さんそれぞれの解釈で全然ね、いい、当たり前ですけどいいに決まってますけどね。はい、うん。そして、千代さんにね、それからふみちゃんさんにね、うん、風さんが神様としか思えません。うん、わかるわかる、うん、ね、涙が溢れてきて止まらないという、グレースもそうだったけどってね。そしてうん、タンポポさん、この歌い方真似できる人いるだろうかってね、難しいと思う。風さんさらっと歌ってるけど難しいよね。うん。そして、マリモさん、それからエリーさん、うん、ね、未来から飛んできたような曲、わかるわ。私ね、ワーキングハード、あ、ワーキングハードのこと言ってんのね。そうそうそう、ワーキングハード初めて聞いた時に私も思ったの、それなんかこれ宇宙的な音楽だなと思ってね、なんか、思いますよね、やっぱりね、うん。そして雨上がりの虹さんね、体調ちょっと落ち着いてきたのかな、うん。ね、風さんがあまりに素晴らしすぎるから私の敬愛心が溢れ出して仕方なくて、で、にじこさんが恋しくなってまた時々お邪魔するようになりました。あ、もういつでも気軽に来てくださいね。改めてにじこさんの変わりない風さんへの大きすぎる愛をひしひしと感じてそうですか、すいませんうざいぐらいですいません、うん。で、なんか久しぶりさでコメントするの躊躇してしまったって、なんルールがあるわけでもないのにって、そうですよ、なんもないですよ。もうしたい時にしてください。久しぶりでも何でも、初めてでも何でもいいですよ。もうしたい時にしてください。何書いてくれてもいいです、あの動機が愛ならね。そう、うん、ね、はい、ありがとうございます。そしてビブルさんもね、うん、ね、優しい曲ありがとうって。みゆみゆさんも、うんうん、あ、ドラマにもね、思いを重ねてるんですね。そうね。そしてももこさんね、そう、おえつしちゃう、思わずおえつしちゃう、わかるよ本当に。にじこさんがおっしゃるように、本当に下手なセラピー行くより風さんの音楽聴いてた方がどれだけ癒されるか、これって本当に万国共通なんだなと思いますね。本当にだから音楽ってすごいよね。言葉は分かんなくても音楽でもう伝わるもんね、うん、風さんの波動が、エネルギーが、うん、ね、生きててよかった、本当そう思うよね、うん。で、恵子さんもね、涙止まらんわってね。にじこさんの解釈も本当に同感です、キュンしそうありがとうございます、うん。そしてまさぴょんさんもね、花素晴らしいってね、にじこさんの風愛の深さに感動しました。すいません、うざくて本当にもうね、話し出すとね、ついね、こう興奮してしまう。この素晴らしさをどう伝えたらいいのやらみたいなね。はいね、やややさん、全部みんな一人、全部一つね、刺さるよね、うん。はい、それから相田京子さんもね、風さんにやられましたよ本当に、うん。そしてカモリコさんも、うん、ハート打ち抜かれた、わかるわね。そしてマリモさん、うん、はい、昭和的な要素も含みながらも花に見立てた人の生き様、情景が浮かぶ感じです、うん。ね、ちょっと昭和な感じがね、なんか私たち世代にはまた、親しみやすいよね、うん。
で、ジャスミンさんはお久しぶりのコメントありがとうございますね。たまにお邪魔、はい、いつでも来てくださいね。みおまるさん、そしてコメントしようと思ったら自動でグレイさんがかかり、もう号泣ねえ、わかるわ。本当に風さんの歌はセラピーだっておっしゃってましたが、それだ、まさしく風さん歌セラピーですね。風さん自体がセラピー、そうなんですよ。もう存在がね、もうセラピストです。本当に何にもしなくてもいるだけで、富士風ですっていうだけでもうセラピーです本当に、最近あんまりそういう言い方しないよね。そして葵さんもね、ありがとうございます。それからターボさんもね、ごめんなさいね、皆さん本当に紹介したいのに、みんなできなくて。白っ子さんもね、寝不足よね、はい。そして坂口ゆきさんもね、しわ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 がねはい。そしてちえさんもトレンディドラマを感じる、あるねそれね。歌詞にはやっぱりブレない風さんがいて、深い虹子さんの考察を聞いて、ますます歌詞が染みました。ありがとうございますね。 My flowers here すごくいいですよねってね、いいよね。さっちゃむさんもね、虹子さんの配信まだかなって待ってましたって嬉しいです、ありがとうございます。はい、それからあゆさんでしょ、花束さんにね、風の間落ちてくよね、大丈夫って言ってくれてるよ、本当に本当にその通り。弥生さん、そしてのんのさん、はい、ザ・サン・ザ・ムーンの壮大なオリンピックのテーマ曲やワーキングハードからのこの花、どんなものでも与えられたものを最大限に表現できる力、それこそ今や無敵。本当ですよね。で、ミカミカさんはもう花聞くたびに涙が出て頭痛くなった気持ちはわかりますよね。で、ちょっと待ってよ、お名前がね、これね、アイコンタップしないとね、ケアヌさんかな、あ、キアヌさんか、ね、そう、青春のリグレットなんかちょっと思い出す感じがね、ある感じがしますよね。ね、リエさんも号泣しちゃうね。テルマムさんも稲垣潤一思い出す、なるほどね。それからみっちゃんさん、やっぱりトレンディードラマね、80年代思い出してね、ちょっとキュンとなっちゃうよね。で、さらしまさん、久しぶりに泣けて泣けて、心温かなまま泣けるって何でしょう、虹子さんの朗読解釈聞きながらまた泣けて、もうってね、本当に。で、まきこさんね、すごい曲ですねって、そしてウーピーさん、ね、そう、もしかしたらすでに私たちの内側にあったのか、知っていることを知らなかっただけ、虹子さんも そんな感覚なのでは。そうそう、その通りです。みんな知ってるのにそのことを、まあ、忘れてるって感じですね、私にしたらね。それを思い出させてくれるんですよ、風さんの歌っていうのはね。朝木夢道さんね、人は皆生まれた瞬間から年老いていく人生が始まります。そうそうそうね、だからこそね、ちゃんと生きたいなって思うんですよね。ちゃんとってなんだって感じだけどね、自分を生きるって感じです。あ、ベルさん、サトシキリンパケアやってますか、はい。それから花さん、体が柔らかくなるって虹子さんの表現すごくわかります。あ、本当、そう、風さんの歌って聞いてるとなんかふにゃふにゃしてくるんだよねで、モロカズキさんもね、正体不明の不安がスーッと消えるって、あー、いいですね。そして熱々さんも
うん、やっぱりトレンディードラマね。そうそうそう、風さんの伝えたいことが全くぶれないことに改めて感動。本当に天才。咲枯れる生徒し、同時に起こる出来事、繰り返される出来事、本当ですよね。本当にそんなことをね伝えてくれる人ってそうそういませんよ、歌で。うん、はい。それから花さんね、そして、ルーチーさんね。うん、あ、私の配信でまた涙が。そうですか。うん、ラピスさんね、風さんはすごい人ですね、本当にすごいとしか言いようがない。でミーさん、うん、毎回曲が配信されたたびに神曲と思ってますが、私も最高と思ってます。そうなの、毎回最高を更新してくれるからね、風さんはもうすごいよね、青天井ね。はいね、カズママさんも、うん、くすっと笑ってふわっと泣けるに寄り添ったドンピシャな楽曲ね、ドラマにね、本当にそうですよね。うん、はい。でリトルミーさんもね、多幸感あふれます、本当に本当にね。ともこさんね、さまよってる感じわかります、うちなる花、どこにいたの、探してたよ、連れてってって、キラリと一緒。そうなんですよ、結局いつもね本当にその同じことを言ってくれてるんです。風さんは何度も何度も私たちにね、うん、天才ですね、こんなに表現を変えて伝えられるってね。で風色猫さんね、青春のリグレットなんかわかる気がするね、わかるよね、なんかね。うんね、松下洸平さんも歌詞見なくてもフルで歌える、もう大好きですね。うん、そして翔子さん、寝不足ですよねまた一つ宝物が増えた、ほんとほんと。うん、でひとみさん、あーボサノボチック、確かにね。うんねえ、 MV、 ほんと MV 楽しみだよね、どんなんだろうね。そして勝美さん、うん、うちなる花咲かせたい、咲かせよね。山口直美さん、うん、シティポップみたいな感じわかります、虹子さんの解釈でさらに風さんの世界観理解できました、あ嬉しいですね、浄化されるような気持ちになりますってね、ほんと宝物ですよね。はい。それからあきこさんね、いつも大事にポケットに入れておきます、シワシワの花ね。でゆきさん、うん、花鬼リピ中ですね、みんな尊いで心があったかく嬉しい思いが湧いてきます、自分のこと尊いなんて思ったこともなかったです、それそれそれ、本当にね私たちは尊いのだと、自分でねそこをちゃんと自覚しないとですよね。うん、はい。そしてヨハネコさんね、昭和世代に刺さるメロディー、本当にそうです。でピコさんもね、興奮冷めやらぬですよね。うん、そう、自分を殺していく、確かに人間関係のさまざま、なんかわけわからなくてすいません、いえいえ全然、あの主人公の4人たちがね、なんか自分を殺してるように見えるって私が話したんですけどね、それがどんな風に変化して自分の内なる花を咲かせていくのか楽しみですよね。うん、でリリマイさんはね、うん、あーそっか、初めての推しね、いいですよね、年齢関係ないですよ本当に。うんね、そして次が、うーんとね、もう皆さんのコメントがね読みたすぎて、りょうこさん、パナスタから1年、とにかくまたライブに行きたい、本当にね、いつ行けるんだろう、今度はドームかなね。そして鳥さん、うんね、この3年どれだけ楽しませていただいたか、本当にそうです、私も振り返ってね、本当になんて楽しい3年だったんだろうと思ってね、ありがたいです本当に。そしてゆきこさん、うん、風さんの軌跡を細かく紹介してくださりありがとうございます、これからもにじこさんついていきますありがとうございますはいね、タイのようこさんも、私の知らない風さんの歴史をたくさん話していただきありがとうございます、いやいやいや、そんなそんなね、こうなる運命の人なんだなと思います、だから天使なんだと思います、本当にね、風さんはよく天使って言われるけども、それはねしょうがない、本当に天使だからねパルムさん
風さんのすごすぎるプロフィールをにじこさんのたくさんの思い出を混ぜながら読んでくださって楽しかったです。あ、嬉しいです。まだまだ本当はあるんですけどね、もう全然一部ですよあれは。ね、花束さんね、本当に史上初、前代未聞の連続ですねって、本当にそう、そんなのばっかり風さんね。はい、それからまゆさん、ピンクの似合う人ナンバーワン、確かにね、あんなドピンクね本当に素敵だもんね。で克美さん、にじこさんから思いのこもったプロフィール紹介ありがとうございました。ね、全ての人に寄り添って歌を届けていただきたいと願っていくばかりですね。本当本当楽しみです、これからもね。あゆさん、そうそう、なんか風さん自身は特に何も力入れてないのに、気がつけば自然な風に乗ってここまで来たという感じがします、してます。本当にそうだよね、なんか全く力みとかそういうの感じないもんね。なんかほわほわほわって風に乗ってたら、本当に風だけに風に乗ってたらここ来ちゃったみたいなね、導かれてるなって感じがしますよね。でのリズムさんね、プロフィールの朗読ありがとうございます。目を閉じて聞きながらいろんなことを思い出しましたね。あ、ヒートいいよね。あ、ステップ CM 福岡で一緒に見たんだ。アリーナ9列目、それはよく見えたよね。ね、懐かしいよね。それからカシマリさんね、にじこさんの思い出共有させてもらいました。あ、嬉しいですね、たくさんの受賞歴にもびっくりだよね、本当に。それからともともさん、そうか、この頃まだ風さんと出会ってなかったなとか、ここはオンタイムで知ってるなとか、楽しかったですって、あ、よかったですね。それからターボさん、YouTube で風さん情報を集めまくっている風民歴がまだ短い私としては、年表のように分かりやすく解説していただけて本当に嬉しいです。あ、そうですか、そんな風に思ってもらえたら嬉しいです。はいね、嬉しい、にじこさん大好きはい、それからプラムポンタさんね、天才風さんが努力を重ね実績を残していく様子が実感されました。本当ね、アジアツアーにバスケの中継曲ワーキングハード、そしてドラマ取材主題歌花と続くね、すごいよね。モッティさんが花について、何歳の自分が聞いてもきっとこれから自分は何になろうかなって希望を持たせてもらえるような曲とコメントされていました。それを知って自分にもこれからあるんだと神聖な気持ちで毎日送りたいと思うようになりました。素敵、その通りですよ。もう何歳とか関係ないですからね、何歳の自分が聞いてもこれから自分は何になろうかなって、本当に私希望をくれる歌だと思いましたよね。はい、それから翔子さんね、こんなにお花が似合ってエレガンスな男子初めてかも。ほんとほんと、タイムマシンがあれば2019年に戻って風くんを見つけたい。わかるわかるね、本当にね。そして風ママさんね、風さんのプロフィールをにじこさんの思い出コメントとともに楽しく聞かせていただきました。にじこさんの風さん愛すごく伝わって思わず顔がほころんでしまって多幸感でいっぱいになりました。ありがとうございます。最近よく思うことなのですが、にじこさんが何気なく発する風さん語録、ニュアンスが風さんそのもので大好きです。本当ありがとうございます。はい、それからグリーンウィンドさんね、プリンスもパープルレインでこんなフリ、着てたね、フリフリブラウス着てたプリンス、懐かしい。プリンスもうね、あちらに帰られちゃいましたけども、ねえ、そうでしたそうでした。にじこさん、風くんのデビューからこれまでの奇跡はにじこさんの奇跡でもあるのですね。まあそうですね、ほぼデビューの時からですもんね。そんなおこがましいですけど、私なんぞがね、いやいや、ありがとうございます。はい、それから、エリーさん、風さんを3年8ヶ月も振り返っていただいてありがとうございます。さまざま、いろいろなエピソードが思い出されますね。そうだね、本当に、いや本当に懐かしい思い出ばかりです。そしてさっちゃむさん、
ああ旅路から知ったんですね。それ以前の渋子や武道館のライブは YouTube で知ったとね。ね、本当にいやもう出会った時が出会いですよ本当に。うん、はい。そしてミカミカさん、ピンクの風さん、ブランドの広告みたい、本当にね、本当にこれこそディオールシャネルみたいなねいけちゃうよね本当に。うん、はい。それからアキさん、うーん、楽しく拝聴させていただいてます、ありがとうございますね。本当にここ数年の出来事なのか、本当ですよ、本当にここ3年ちょっとの出来事かと思うとびっくりしますよね。うん、ね、エリザさんもありがとうございます。本当に、なんかね、本当にこの風さんと同じ時代に生きられてよかったですよね。はい。それから、ももこさんね、これ。ねえ、にじこさん、風さんと一緒にデビューして熱風3年駆け足で走ってきたんですね。PS、一体どのくらい風呂敷に包めば、ムジカを一冊分けてもらえるんでしょうか。本当にね、そんな気持ちは山々なんですが、うん、はい。そしてともこさんね、マイケルのこと本当に知らないので、チンパンジーちゃんのことも知りませんでした。あ、ちょっとお若い方は分かんないよね。そうそうね、バブルスくんね、まだお元気だそうで、うん。武道館から行かれてるにじこさんすごいです。私も初めて風くん友達ができた時、その方は武道館行かれてました。すごく羨ましいね。気持ちはわかるよ、私も渋子行った人すっごく羨ましいもうキリがないよねねえ、はい。相田京子さん、お話の中身聞かせていただいて改めてありがとうございました。 ありがとうございます、これこちらこそです。はい。それから諸和樹さんも、ブルーカジェ君のスカーフも素敵だけど、フリルのリボンに包まれたピンクカジェ君も素敵ねえ、もうひらひらびらびらふわふわもう何でも似合っちゃうよね。うん、はい。それからオクテトラさんもね、ありがとうございます本当に。これどっかで読んだね。そう、あとは長いんでご自身で読んでくださいと放棄してしまうにじこさん、そうはい。浜浜さん、うん、新曲の花、とても前向きになる曲ですね。聴けば聴くほど気持ちが軽くなる、ほんとほんとね。そしてキラキラウサギさん、うん、中世の絵画のようね、ピンクの風さん、額縁に入れて飾りたい、わかるわ本当にね。うん、そしてさらしまさん、ちょうどにじこさんの2023年3月9日配信の風さんの奇跡を改めて読んでみたら、その凄さに一瞬息が止まりましたの回を聞いていたところに、今回の配信、あ、これ読んだかなね、うん、過去のも聞いてくれてありがとうございます。その時もね、すごいなと思ったんですよね。23年3月もね、もうすごいが更新されてるんでね、もう語彙力なくしますよ本当。うん、そしてバラコさんもね、はい、もうどうしたら動画保存できるんでしょう。あ、これだからその保存の方法は、あれどこでライブ配信でお話ししたんだっけね。はいね。そしてこちらもね紹介しようかな。諸和樹さんね、花無限ループですってね。なんか変、何、ネット上でもまさに今を代表するような有名 YouTuber さんの方々が声を揃えて、何も考えず生きてきた無能な年寄り世代が淘汰されるべき的な厳しいお言葉など発せられていたりして、そうなの、それ知らないな私。へえ、ちょっとすごいね、何も考えず生きてきた無能な年寄り世代は淘汰されるべき、すごい上捨て山みたいな、私たちはこれから奪捨て山にでも捨てられちゃうんじゃないかしら的な不安に襲われたりする時もあったし、さらにコロナの追い打ちをかけて一体どうなっちゃうんだろうと気持ちがダウン気味だったここ数年でした。そうなのか、その時突如風くんが、心配いらないよ、うちら大丈夫、絶対大丈夫じゃけん、落ち着いてって、あの笑顔で現れた、そうそうそう、わしら絶対大丈夫じゃけん頑張ろうなっていう、あれね、優しさの時のね、うん、
ね、励まされたよね。本当博愛ですよ、博愛、うん。それからトニトニさん、みんな儚い、みんな尊い、誰もが一人、すべては一つ、もう泣けますね。風、あ、同じくにじこさんのインスタの風語録も迷った時や元気が欲しい時に見せていただいてます。あ、嬉しいです、ありがとうございます。最近ちょっと更新が途絶えてるんですけどまたちょっと載せようかなと思ってます。はい。それからあいきょんさん、風さんのことを一から教えてくださり感謝です。あ、いえいえ、そんなとんでもないですね。風さんはお名前の通り地球を吹き渡りますね。風が吹かないと地球は腐っちゃうんですってね。なるほどね、もう風吹いてくれてますから大丈夫ですよ、うん、ね。陽子さんも風さんの歌、ストレートに、温かさがストレートに伝わってくるから泣けるってね。はい。それから海2225さん、うん、なんてポップな曲ね、花、本当にそうですよね。ある日歌詞を見ながら聴いてたら涙涙ね、内なる花を咲かせたいなと思えてきました。そうですよ、まだまだこれからですからね、うん。それから山口直美さん、花無限ループしてます。わかるわ。にじこさんが花の歌詞を丁寧に読み解いて話してるのをうんうんとうなずいてましたね。風さんのお父様の影響もあると思いますが、生まれ持った人間味なんでしょうね。そうそうそう、もう本当にね、分かってる人なんですよ、風さんってね。はい。それからクーさん、ループ止まりません。わかるわかる。 A からは力強く畳みかけてくれるのがもう好きすぎてね。本当にね、あゆさんも私は何になろうか、どんな色がいいかな、ここにグッときました。来るよね、私にもまだそんな可能性があるのって思った方いっぱいいるんじゃないでしょうか、うんね。はい。ひとみさんはいつもアルバム聴いてたけど今は花、寝る前に聴いてるとね。本当に私もずっと聴いてます。寝る時聴いて、朝聴いて、うん。でふみちゃんさん、無限ループわかります。いろいろな形や姿や形に惑わされるけど、うん、そうなんだっすよってね、もういろいろ刺さるとこありますよね。でけいこさん、うん、にじこさんの風くんは地球を良くするために生まれてきたという説に大賛成ね。本当にそうだと思いますね。別に風さんが何も気負ってるわけじゃなくて、ただいるだけでそうなっちゃうってことです。そう、うん、なんかもうなんていうの、空気清浄機みたいにはい。でともこさん、うんね、本当にスルメ曲、花がね、そうそう、最近地震が落ちてる感じだったから、今までのことも含めて受け入れて、これから花を咲かせていけるようにって私も思いました。よかったよかった。あっちゃんさんね、私は何になろうか、どんな色がいいかな、このフレーズは私も初めてこの曲を聴いたその日からズキュンとなりました。風くんが隣に座って、なんなら肩でも組んでくれていて、優しくボソッと語りかけてくれる感を妄想して泣いたり笑ったりいいですねそんな感じあるよね、うん。でかもりこさん、無限ループね、グレースなんなんと回って花に戻ってきたって、そうそうそう、私も同じようなことしてた、うん。でみかみかさん、ね、松下洸平さんがね、これをずっと他の曲を聴きたくないくらい良かったって言ってたっていうね、本当に大好きなんですよね、うん。そしてカズママさん、にじこさんがおっしゃるように優しい応援ソング、うん、聞くたびにその時の自分にそっと寄り添ってくれて、体のあちこちらを手当てしてくれて、その部分がポッと温まるような、うん、究極の癒しソング、ヒーリングソングとも言えるのでしょうか。もう本当にそんな感じ、本当にそんな感じ、うん、ねえ。ムジカが配信で話題になったので思い起こすと、風さんの誰からも愛されたい、お父様に人気者であれのお言葉に人を区別しないことを心がけていた少年時代のエピソードが特に印象的でした。にじこさんに読んでいただく機会があったら、ぜひこの部分を解説とともにお願いしたいです。過去の配信で紹介されていたかもしれませんが、あー、その部分ありましたね。部分部分でいろいろね、紹介できたらしていこうかなとも思ってますけども、うん、ねえ。そうそう、あゆさん、頑張っての応援歌ではなくて、
大丈夫、いつもそばにいるよの寄り添い応援歌ね、本当にそうだよね。それから、ね、ももこさん、風さんの言葉や声には絶対魔法がかかってますにじこさん、どうぞオールナイトで風さんの魅力、風さんの音楽のパワー、これからの妄想劇場に、まだ風民歴1年未満の私が詳しくないムジカの記事の内容とか、いろいろ思い出話に花を咲かせてください。わかりました、できる限り、ね、そして精神面的なことを話させたらにじこさんの耳に出るものはいないので皆さんへのヒーリングもいつも通りお願いします。もちろんエセタンにじこなどの出物もいつ出るかドキドキワクワクしながら聞きますありがとうございます、まあ、私は私のね勝手なあれなんで、皆さんそれぞれにいろんなね素晴らしい、解釈を話してらっしゃるんでね、はい、いろいろ参考にしていただけたらと思います、うん、はい。それからターボさん、うん、無限ループですよね、聞けば聞くほど中毒性がある、本当に、はい。そして相田京子さんね、本当に捨て曲なしだよね、風さんの歌はね、うん、本当に全てが応援歌でね、はい。そしてエリーゼさん、やっぱり無限ループね、イヤホンで聞きながら公園のベンチに座りぼーっとしてた、ちょうど満開の金木犀の香りをかきながら、あーいいね、シワシワにしおれた小鼻、花束小脇に抱えて声が出そうでしたがこらえましたそっかはい。それから相田京子さん、うん、台所にいると隣の部屋から風さんの旅路が聞こえてきて、私猛ダッシュでテレビの前へ、どうやら街角百景といって私の住んでいるところの地元のニュースのバックに流れていたのですか、でした。あーいいですね、嬉しいですね、そういうところにさりげなくね風さんの歌ってね、うん。でゆきこさんね、あー無限ループね、深夜に目が覚めるね、でまた睡魔が来るまで花を聴きたくなる、わかるわかる、私も夜中に起きて聴いたりしますよ、うんね。でスズメさん、うん、風だけに良い意味でつかみどころなく老若男女の方をみんな可愛いと優しく撫でながら、風だけに笑顔でまたなーとスルリと交わして、地球全体を吹き渡り、一輪一輪あなたの心の中に素敵な内なる花を咲かせてくれる、うん、本当そんな感じあるね、うん、ね。オクテトラさんね、一番好きな花2回見て2回号泣わかるわかる、うんね。あゆさん、無限ループ何なんでしょう、本当何なんでしょうだよね、うん。にじこさんの声も脱力感あってとても心地いいです、いつも癒してもらってありがとうございます、本当ですか、そう言ってもらえるとよかったです、なんかもうダラダラ喋ってるんでね、はい。そして幸子さん、今日も配信ありがとうございます、毎日がタッタラッタッタッタラッタに癒されてますね、うん。そしてあ、勝美さんね、花を聞き始めたら無限ループ帰ってもなかなか切れません、そう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 、本当にそうなんだよね、うん。そしてですね、はい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 、そうそう、これも面白いね、なんか、あ、これは私のライブ配信を聞いてくださった感想ですね、テンサウザントウィンドさん、もう聞いてるうちに私の脳内で放課後の教室で女子高生たちが好きな歌を聴きながらお菓子を食べて楽しそうにセールスが見えました、にじこさんは優しい友達に見守られながら歌を歌ってキャッキャと笑ってる感じ、楽しい時間ありがとうございましたそんな風に言っていただいて、その優しさありがとうございます、もう本当にありがとうございます、うん。オクテトラさん、真っ昼間生配信楽しかったです、にじみん様方と語っていたかと思えば、にじみん様方をよそ目に突然花を聞き出したかと思えば、今度は歌い出し、もう大爆笑でした、風さんのように匂わせなしで告知の方よろしくお願いしますはいはい、うん。ミカミカさん、にじこさんの声癒されるんですね、20分ぐらい、残り20分くらいから居眠りしました、うん、みんなよく寝るって言います、寝てください、はいそして千春さん、イヤホンで聞きながら犬散歩1時間あっという間でした、ありがとうございます。でカズママさん、
平日の昼下がり新たな扉を叩き割ったにじこさん、にじこさん歌唱初披露の記念すべき配信リタイアしたかった、あリアタイしたかったいや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 、もうまたぜひ、そしてマッピルムのライブ配信、なぜかにじこさん家に遊びに行った感覚で途中で盛況とか来るし、お菓子食べながらふんふん鼻歌にじこ、でもなぜか釣られて運転しながら私も一緒に鼻歌ってました、なんだか面白いにじこさん笑いの神ですねってはい、あ、 E の発音大好物ね、AA みたいな E と A の中間みたいなね、はいはい。そしててるこさん、配信30ヶ月目おめでとうございます。にじこさん3桁の頃より聞いてます、ますますのご活躍を楽しみにしてます。てるこさんもずっと私をね、配信をカウントしてくれてるんですよね。私全然そういうの無頓着なんでね、ありがとうございます本当にね、えありがたいやでございますよ。30ヶ月かそんなにやってたんだ、しみじみ皆さんのおかげです、ありがとうございます。そしてこの方はお名前が出てこない、長谷川直美さんだ、お名前をねちょこっと書いていただくとありがたいですね皆様、ね、レオンくんかわいいっす、名前呼ぶと振り向く動作がたまんないって、そうそうレオンも出演しましたね、ありがとうございます。そしてバラコさん、朝4時起きでランニング、すごいですね、私が寝る時間に近いテルマムさん、そうそうなんだっけ、私思い出せなくて、ユニフォームでした、ありがとうございました、あのみんな選手たちが着てるあれなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけって言っててねありがとうございます、そして吉田ひとみさん、娘さんがねなんかちょっと入院してるとかってね、あの大丈夫ですよね、今に集中することで感情に振り回さないようにできています、ピンクの風さんとにじこさんの歌声にも吹き飛ばされそうになったけど失礼しました本当にで幸杉さんね、言っちゃダメなことはたくさんあるけど思っちゃダメなことはないのセリフでにじこさん思い出した人は私だけではないはず、そうそう私も思った、あーそうそうそういうことよって思った本当にそう、そしてたえこさんね、あお誕生日のねお祝い、あ私の上司の名前が藤井さん、そして係長、まさかの藤井係長、もう藤井係長いい響きですって本当ですね、それからジュノさんがね、超覚寺見てくださいということで見ましたよ、これ配信で話題になったんですよね、風さんのあの花の歌をあのテランドさんの前に書いて看板みたいなところにね、お坊様にも刺さるんですよ風さんの音楽はね、歌詞はね、はい、ということでちょっと、一部ですがあの紹介させていただきました、皆様本当にありがとうございます、感謝感謝でございます、長くなりましたがなんかだらだら聞いてもらえたら嬉しいなと思って話してみました、はい、ありがとうございました、ではまた。